九本仏川緑道の一部、自由川丘駅付近。九本仏川は、東京都を流れる二級河川。延長は2 6 1トルで、飲み川水系の支流であり、玉川上水の品川分水の一つ。現在は、下水道幹線である。世田谷区奥沢の上新寺付近を水源として、東急東横線自由川丘駅南口付近を通る。 付近はマリクレール通りと称される商店街になっており、春には桜並木に花見客が賑わう。その後、住宅地を進み、東急大井町線緑ヶ丘駅大岡山駅の中間付近でドン川に合流する。九本仏川は全川が暗渠になっていて、緑道が設置されている。なお、九本仏川の上流部は地形などから判断して逆さ川を開始、 谷沢川とつながっていたと推測されているが、分離の原因については、諸説あるものの、決定的な実証に欠けるのは否めないともされる。野見川へ合流する、旧稼働はゆっくりと傾斜した谷底平野であり、データンを基礎に持つ湿地がかつては、水田として利用されていた。1960年、自由が丘駅前の建設工事に伴う地下水の、組み上げにより、 現場から40メートルから50メートルほど離れた商店街の家々約30軒が不動沈下のため傾斜するという被害が出た。これらの家々はかつて水田だったこの泥炭層をまたいで立っていた。原因は工事での地下水組み上げにより地下水面が地表下50センチメートルから2メートルまで低下して泥炭層が収縮し武蔵野大徳本物 川谷の境界付近のデータン層をまたいだ土地が不動沈下を起こして傾斜したためと判明した。データン層上や武蔵野大地条の建物は不動沈下とならず被害はなかった。この事故では原因が特定できたため工事を発注した銀行側から補償が行われた。九本仏川緑道の一部正面建物はトレインジ。九本仏川緑道は1974年に 区本仏側を暗挙化して作られた、道幅約13メートル、長さ約1657メートルの緑道である。マリクレール通りとは一部で並行して走る。中央の緑地帯と両側には医療品店などが立ち並ぶ。この地区では唯一の大規模な遊歩道で、車両の通行は少なく歩行者の多い散策向けの街路であるが、放置自転車の問題が深刻という指摘もある。 ありがとうございます。